こんにちは、こんばんは。ココアートチャンネルへようこそ。動画をご覧いただきありがとうございます。今日は私が最近ちょっとハマってる健康法をシェアしたいと思います。というのも本当に簡単なものなんですけれども、ここに用意しているのはお茶湯と麹水です。はい、お水でもいいんですけれども、私は最近はお水代わりに麹水をいただいておりますので、麹水を飲んでおりますけれども、お水とお茶湯を交代交代に飲むことでものすごいいい感じになったの、いい感じになったので皆さんにちょっと紹介しようと思って。いい感じというのは何かと申しますと、うちの愛犬16歳で常に23度キープにしとかないと心臓に負担がかかるって動物病院の先生に言われて、犬は冬の生き物なので年配になったらなったほど涼しくしてあげてくださいねということで、23度キープにしてたらやっぱり私がちょっと冷えるんですよ。なので厚着もしてるんですけれども、それでも冷えるので、なんかむくんじゃったりとか、お通じにちょっと問題が出たりとか、もう本当にもう冷えたりとか、なんかどうにかならないかなこれと思って、お茶湯もいろいろ飲んだりとかしてたんですけれども、あまりにもね、熱いお茶湯というのはこう食道とか喉に火傷をするとあまり体によろしくないということで、私はそこまで最近めちゃくちゃ熱いものは召し上がらないようにしてるんですね。召し上がらないように、もうフーフーしないと、もうすすらないとっていうのは、してるんです。そうするとお茶湯の効果ないよって言われるかもしれないんですけれども、ちょっと厚めな感じ、ぬるま湯までいかないけど、ちょっと飲めごくんと飲める感じ、もうこうフーフーしないといけないぐらいじゃない感じ、もうそれは個人でいいと思うんですけれども、それをですね、交互に飲むとむくみ改善になったりとか、お通じが良くなったりとか、冷えがなんかマシなんですよ。なので紹介しようと思って、もうほんと飲み方紹介するんですけれども、もうすごい簡単なんです。もう冷めちゃうので飲みますね。まず温かいお茶湯をいただきます。エアコンで冷えてると温かいものが通っていくのがすごくわかるの。癒されるって感じ、癒されるよっていう感じ。そしてそこで深呼吸するんですね。そして一段落ついたら、次は冷たすぎないお茶湯をいただきます。お茶湯です。お茶湯じゃない、間違った。多分カットされてないと思います。そしてこれも深呼吸をして、腹式で深呼吸をして、そしてまたあったかいものをいただきます。しみる、染みてるね、暑いから飲みたくないと思うじゃないですか。爽快になりますよ。医学的根拠はもう全くありません。私がやってよかったし、私がやってむくみがすごく良くなったっていう感じの感じで、医学的根拠もないですし、誰もやってないと思うんですけれども、お肌で温冷パックってあるじゃないですか。ね。温かいパックをして、そして冷感パックをして、温かくして、冷たくしてを繰り返すと毛穴にいいみたいな。これって内臓にももしかしたら言えるのかなと思いました。極端な温度差じゃないですよ。お湯もそこまで熱すぎないですし、麹水の方もそこまでキンキンじゃないです。氷とかを入れた、じゃないです。冷蔵庫から入れてきて、こうやって置いて、もう普通にもう、常温までにはならないです。多少冷たいですけれども、それを交代交代にいただくことで、なんかちょっとね、自律神経にいいんじゃない的な、何の根拠もないですけれども、なので、別に悪くはないじゃないですか。なので紹介しようと思って。なので悪くはないので、顔ちょっとむくみやすいよとか、冷房で最近ちょっと夏バテだよとか、冷房でちょっと体調悪くなったとか、
ちょっと内臓系ちょっと刺激したいとか便秘とかそういう方、一度これ試してみて、あったかいものを飲んで深呼吸、そして冷たいものを飲んで深呼吸、そしてあったかいってやってると、なんか体がいい感じなのでご紹介させていただきました。ぜひ自己責任で、効果には個人差があると思うし、あるかないかもわからないですけれども、私がやってよかったのでご紹介した健康法でした。いかがだったでしょうか。最後までご覧いただいてありがとうございました。また何かあったら動画を作ってシェアしたいと思います。ありがとうございました。それではまた。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。復刊 .com いい感じで票数集まっております。私の初期の画集を復刊させよう運動を皆さんと一緒にしておりまして、どうぞ皆さんの清き一票を、登録が名しないといけないのが私なんですけれども、ぜひぜひ下の説明欄に貼っておくので、子供恋文、ちょっとね初期の画風でちょっと恥ずかしいんですけれども、これがなかったら今の私はないと思って、はい、まだ持ってらっしゃらない方のためにぜひぜひ復活させたいので、ぜひ皆さんよかったら下の復刊 .com のアドレスから復刊 .com のサイトに行って、投票と熱いメッセージコメントよろしくお願いします。投票していただいたそこの皆さん、ありがとうございます。もうちょっと集めたいと思います。一体何票集まったら復刊できるのか、まだまだわからないんですけれども、この日を絶やしたくないので、ぜひぜひ復刊 .com へのご協力よろしくお願いします。それではまた。